シュマスク TV のお時間でございます。さあ今回登場するのはこちら、じゃーん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 、はい、ということでございまして、今ですね TBS ドラマで人気の陸王ね、陸王に影響されましてランニング始めました。いなりっしゅだ、今日は髪の毛あれでしょ、ぺちゃんこでしょね、すでに朝走ってきてるね、シャワーを浴びてサラッサラの状態、まだセットしてない超サラッサラ、すいません、ありがとうございます。まあ、ちなみにランニングするときはあれですよ、普通にナイキのランニングシューズで走ってますけども、まあ、このですね陸王、僕はですね地元愛知県豊橋市でロケがあるということで、陸王を履いて竹内涼真君が走るというシーンをですね12月の9日、一応10日もかな、はい、行われるということでですね、まあ、詳しくはホームページで、まあ、エキストラ募集だとかそういうのあるみたいです。ぜひね、12月9日、竹内涼真くんに会いに来るね。で、もし12月10日、ね、12月10日もですね、どうもロケの予定らしいと伺っております。で、12月10日は僕のね、ワンマンライブがあります。ぜひね、リコーのロケに参加して、その後ワンマンライブに行っていただいたと思いますけども。まあ、とにかくですね、まあ、昔から走るのが大好きでね、よく歌を歌っててもね、若干走ってることもあるんですけども。はい、まあ、ランニングどれだけ続くのか、その効果が一体どれぐらいで現れてくるのかですね、まあ、これが何ヶ月かしてからということでございますが、陸王が、ね、かなり格好になっております。ぜひチェックしてみてください。ちなみに、この陸王まんじゅうっていうのはですね、その豊橋ロケに来た際に、実新幹線口のキオスク、ね、販売してるそうなので、まあ、限定ですけども、はい、ぜひね、観光に来てエキストラ参加して僕らのワンマン見て帰っていただければと思います。というわけでございまして、ちょっとかなり話それましたけども、陸王に影響されてランニング始めてみたーでした。効果のほどはまた後ほど。イノウィーシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。シャース、いやもうね、ランニングね、ちょっと無理はいかんなと思いましてね、だいたい30分ぐらいの軽めに走ってきたんですけども、もうすでにバッキバキですよ。この動画上がってる頃にはやめてると思います。いなりっしゅ。